上質な古布を使った通帳入れがたくさん入荷しています。1点ずつご紹介していきたいと思います。今回は大島をたくさん使った作品が入荷しました。まずはこちらの方からご紹介していきます。こちらは15番、16番、17番、そしてサイズがちょっとだけ小さめで、こちら8番になります。まずは15番からご紹介していきます。内側の方もご紹介します。このような感じです。広げるとこんな感じになっています。16番です。17番です。8番です。こちらは13番、14番、18番になります。13番からご紹介しています。内側もこのような感じです。14番はこのように帯が横向きになっています。こちらも大島がたくさん使ってあります。内側も素敵です。通帳入れなんですが、スマートフォンを入れてもいいと思います。あとお数珠を入れる方もいらっしゃいます。18番です。形がとても素敵なバッグです。こちら、全部手縫いで仕上げてあります。大島がたくさん使ってあります。そして、使ってあるこの濃ゆい縁地の生地。こちらも上質の着物からだそうです。手に持って形をご紹介していきたいと思います。とてもおしゃれなデザインです。横から見るとこんな感じになってます。コンパクトなハンドバッグぐらいなんですが、底部分をちょっとご紹介します。こんなに街が広いので、見た目よりも結構たっぷり入ります。実用的です。内側の方もご紹介していきたいと思います。素敵なピンク地の着物を使ってあります。そしてここも可愛いです。木の持ち手を使ってあります。手に持つとこのぐらいの大きさです。